ヒーローインタビューです。まずは今シーズン5勝目をマークいたしました岸貴之投手です。ナイスピッチングでした。はい、ありがとうございます。7回5安打1失点という今日の内容でした。振り返っていただけますか。序盤にたくさん点を取ってもらったので、楽に投げれました。はい、岸さん、その前ね、3回ですか、2アウト満塁のピンチを迎えてブランコ選手、あそこ気合入ってましたね。それは入りますよ、もちろん。はい、最後は岸さん、バットをへし折ってのライトフライでした。そうですね、あれも大崎がよく追いついて取ってくれたんで助かりました。はい、今日はご自身のピッチング一番どこが良かったでしょうか。まあ、全体的に良かったと思います。まあ、銀のリードが良かったんじゃないかなと思います。序盤少し球数が多かったですが、そのあたり修正点はあったんでしょうか。いや、特にないです。はい、さてこれで自身の連敗も止まりました。5勝目となりました。次に向けてライオンズファンにメッセージをお願いいたします。そうですね、やっとこの西武ファンのたくさんいる西武ドームで勝てることができて本当良かったと思います。また次もチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。5勝目をマークしました岸投手でした。さて続いてはダムヒーローにお話を伺います。4試合連続ホームラン4安打の活躍、中村剛也選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。中村さん、今日も出ましたね、10号ホームラン、振り返ってください。まあ、その前の球をファールになってたんで、まあ、なんとかいいバッティングがしたいなと思って打ちました。あれ、中村さん、その前の球大ファールがあったと言ってましたけども、あれでこう打ち直しになったんじゃないですか。よし、もう一本いってやろうというそんな気分だったんでしょうか。まあ、まあ、チャンスだったんで、まあ、最低限、犠牲フライっていう、まあ、軽い気持ちでいったら入っちゃいました。打ち直しがね、素晴らしいホームランになりました。今日は中村選手4安打です。8回に3ベースが出ればサイクルヒットという記録だったんですが、興味ないですね。はい、やっぱり興味があるのは大きな一発ということですかね。まあ、やっぱりホームランは打ちたいんで、三塁打よりホームランが打ちたいなと思います。それから中村選手、今日はね、岸投手に大量点プレゼントできました。このあたりも嬉しいんじゃないですか。まあ、岸の時になかなか点が取れなかったり、いいピッチングしてるのに負けがついてしまったり、まあ、打線の責任があったんで、まあ、今日はなんとか、援護できてよかったと思います。そして中村選手自身も明日は5試合連続ホームランということになります。明日に向けて意気込み聞かせてください。まあ、今日いい勝ち方ができたんで、明日も勝てるよう頑張ります。ダノヒーロー中村剛也選手でした。東田のヒーロー、2人のヒーローインタビューをお聞きいただきました。やはり岸は3回の満塁のピンチ、2アウト満塁ブランコ、はい、そりゃ気合い入りますよというね、入った球でしたもんね。そしてバットをへし折りました。特にどこが良かったというところではなかったようなお話もしていましたが、ただ隅田のこうリードと、そのブランコを打ち取った時の熊代の守備をこう褒めると言いましょうか、助かったというふうに称えるというところは、これやっぱり主戦級のピッチャーだなというね。そうですよね、その通りですね。はい、